ストンマーチン DBS スパレジラボランテ、スペインカタルーニャで試乗しています。まあ、今とにかくこの音が多分聞こえると思うんですけど、12気筒のアストンマーチンのこの音が、まあ、とにかくまあ気持ちがいいですよね。それで、これ DBS スパレジラクーペがもうすでに出てて、それのオープンということなんですけども、基本的にパースペックとかエンジン系はクーペと全く変わりません。で、コンバーチブルにすることで車重が約100キロ増えたそうです。で、まあ、当然ですけどルーフ関係で増えてるんで、リアの方が100キロぐらい重くなってるんですね。で、そもそもクーペの方の前後の重量配分が51対49で、ややフロントよりフロント重めだったんですけど、コンバーチブルになってリアがの重量が増えたことで、50対50の前後、均等配分の重量配分になったそうです。あとサスペンション、車身系ももちろん基本的にはクーペと一緒なんですけども、リアが重くなったことで、バネレート、それからダンパーのダンピングレート、これをそれぞれ 30% ずつ少し高くして、で、乗り心地と操縦性のバランスを改めて取り直したそうです。なので、基本的にその操縦性とか、加減速の時の車両のバネ上の動きなんかはクーペとほとんど大差がないですね。クーペに乗ってる人が乗り換えてもおそらくほとんど違和感はないと思います。で、まあ、とにかくこの屋根開けて走るとですね、オープンだから当たり前なんですけど気持ちがいいですね。で、この音が、360度の、サラウンドで入ってくるんで、とにかく気持ちがいいことこの上ないですよね。で、乗り心地もいいです。で、今オープンにして走ってますけども、さっきクローズボディ、ルーフ閉めて走ってみたんですけど、はっきり言って乗り心地はオープンにしていた方がいいです。ルーフ閉めると、その分当然ですけどボディ剛性がオープンの時に比べれば、しっかりするんですけども、閉めた時の方がちょっと小さな振動であるとか、ピッチング方向のバネ上の動きが少し気になりました。その分空いてる時の方がその辺は全く気にならなくて、運転してて気持ちがいいのは断然オープンですね。で、やっぱりオープンにした時のことを考えたセッティングにはしているそうなので、その辺は狙い通りなんだと思います。ただとにかくクーペでも気持ちがいいんですけど、オープンになって気持ちよさがさらに倍増されたっていう感じですね。アストンらしい、操縦性、乗り心地もしっかり残ってますし、それでいてこのオープンの快適性もちゃんとあって、とにかくこれで文句言う人は誰もいないんじゃないでしょうか。